メルセデス・ベンツ・ CLS クラス。メルセデス・ベンツ・ CLS クラス。メルセデス・ベンツ・ CLS クラスは、ドイツの自動車メーカーであるダイムラーが、メルセデス・ベンツブランドで展開している E クラスをベースにした用車である。E セグメントに属する。4ドアハードトップ、サッシュレスセガン及びステーションワゴン型の乗用車であり、メルセデス・ベンツではこれを、4ドアクーペ、及び、 シューティングブレイクと故障しいる。セダンながら、クーペのようなエクステリアを特徴としており、サッシュレス4ドアが採用されている。先代 E クラスセダン、W211 型からの派生車両であり、シャーシ及び内装の基本部分を同車と共有する。全長と全幅は、同車よりも大きいが、後部座席は2名用であり、乗車定員は4人である。モデル名の CLS は、 CL クラスと S クラスを掛け合わせたものである。CLS の登場は、欧州の自動車メーカーからアウディ a 7、フォルクスワーゲン CC や、ポルシェパナメーラ、BMWX6、BMW6 シリーズグランクーペといった、追従モデルを生んだ。2004年のサロンはアンテルナショナルドロトで、量産型が発表された。 欧州市場では2004年や秋に発売開始となり、夏季の日本導入モデルに加えて、3.0リットル V、6ディーゼルエンジンを積む CLS320CDI がある。2006年2月、時計メーカーの IWC とのコラボレーションモデルで、ある CLS55AMG IWC、ンジ g インガーを世界限定165台で発売した。 塗装や内装が特別仕様となり、オーナーにはオリジナルの腕時計がプレゼントされる。メルセデス・ベンツ専門のチューニングメーカー、ブラバスが CLS をベースに、ブラバス CLSV12S ロケッツを開発、発売した。この車両は、ブラバス特製の V 型12気筒ツインターボエンジンやブレーキなどを搭載し、最大出力 730PS5100rpm。 最大トルク 110kgm2100rpm2900rpm を発生する。0時速 100km 加速が4.0秒。最高速度は時速 365.71km という記録によって世界最速の4度アーシャとしてギネスブックに登録されている。2005年2月から販売が始まり、まず CLS350、CLS500、CL CLS55AMG が導入された。a m g モデルである CLS55AMG には AMG 製の強化ブレーキや専用のエアサスペンションが装備されていた。2006年9月、マイナーチェンジ。CLS500、CLS55AMG が消失し、CLS550、CLS63AMG が新たに設定された。 全車が7速 AT である。CLS63AMG には AMG が独自開発した 6.3LV8 エンジンが搭載され、強化ブレーキ、専用のエアサスペンション、パドルシフトが装備された。また、CLS63AMG には専用デザインのアルミホイールや本革ステアリングが装着されるパフォーマンスパッケージが CLS550。 c l s, s 3 5 2は AMG 製のエアロパーツ、アルミホイールやパドルシフト、加えて c l s 3 5 2は c l s 5 5 2標準装備のエアサスペンションを装備するスポーツパッチが存在する。2010年8月、メルセデスベンツは2代目 CLS クラスを発表した。デザインは3代目 SLK クラスからの新しい。 メルセデスベンツのデザインの方向性に沿ったものとなる。ドイツでは4気筒及び6気筒のディーゼル版と6気筒のガソリン版が発売され、追って8気筒ガソリン版、CLS500、550及び AMG 版、63、AMG が追加された。2012年6月29日、シリーズ初のステーションワゴンモデルとして、CLS シューティングブレイクを発表した。 テールランプのデザイン上、開口部は狭くなるが加湿容量は最大1550リットルの容量を追っている。シューティングブレークの特徴の一つである加湿の木製の床は桜の木を使用したオプションのデジーノードフロア仕様。2011年2月から販売が始まり、まず CLS350 ブルーエフィシェンシーと CLS63AMG が導入された。 なお、CLS350 ブルーエフィシェンシーは2011年5月に形式取得され、日本国内初の平成21年度排出ガス基準プラス75%を達成。合わせて平成22年度燃費基準プラス15%も同時に達成した、なお、ガラススライディングルーフか AMG スポーツパッケージを装着した場合、 平成22年度燃費基準プラス25%達成となる。同年10月24日には新たに CLS550 ブルーエフィシェンシーを追加。エンジンは従来の5.5リットルから4.7リットルにダウンサイジングしつつ最先端テクノロジーを駆使することで最高出力、最大力ともに向上。さらに7速 AT7G トラーノックプラスやエコ。 スタートストップ機能、アイドリングストップ機能も備えることで燃費も上昇した。2012年1月16日に2代目モデルの日本発売から1周年を記念して CLS350 ブルーエフィシェンシーをベースに最上位モデルの CLS63AMG に設定されているデジグノーレザーを別設定するとともに人気の高い AMG スポーツパッケージと ガラススライディングルーフを標準装備した特別使用者 CLS350 ブルーエフィシェンシーでエジグノーリミテッドを発売。同年2月15日受注分までの期間限定販売となる。同年8月22日に一部改良を実施。安全支援システムレーダーセーフティパッケージとリアシートヒーターを新たに標準装備し CLS350 ブルーエフィシェンシー。 CLS550 ブルーエフィシェンシーは、後席分割化等式シートも標準装備された。ボディカラーには、オプションカラーの漫画ナイトグレーを追加したほか、一部、オプションパッケージの値下げもいった。同年10月12日には5名の乗員スペースと、最大容量1550リットルのラゲージルームを確保した、スポーツクーペツアラーをコンセプトとした、ステーションワゴンモデル。 CLS シューティングブークを発売。グレード体系は、CLS350、ブルーエフィシェンシーシューティングブレーク、CLS クラス初の4マチック、フルマチック4輪駆動システム搭載グレード、CLS5504 マチック、ブルーエフィシェンシーシューティングブレーク、ハイパフォーマンスグレード、CLS63AMG シューティングブレークの3、グレードを用意。合わせて CLS63AMG シューティングブレークには CLS シューティングブレークの発売を記念して AMG パフォーマンスパッケージデジグノーダイナミカブラックルーフライナー専用フロアマットを装備し内装色にデジグノープラチナホワイトパールを採用した特別使用者 CLS63AMG シューティングブレークエディション1を発売50台の限定販売 2013年5月9日にハイパフォーマンスモデルの CLS63AMG を一部改良。従来の左ハンドルから右ハンドルに変更し、最高出力、最大トルクともに向上。さらに、重列駐車時のステアリング操作をサポートするアクティブパーキングアシストを追加。合わせて、新開発のパフォーマンス指向4輪駆動機構 AMG4 マチックを搭載し、 スポーツ走行時のトラクション性能を高めた 4WD 車 CLS63AMG4 マチック CLS63AMG4 マチックシューティングブレークターボエンジンに専用チューニングを施し従来オプション設定されていたパフォーマンスパッケージを超える圧倒的な動力性能を実現した CLS63AMGS CLS63AMG S4 マチック、c l s 6 3 a m x 4マチック、シューティングブレイクの稽古モデルを追加した。2014年1月16日にシングレードとして CLS350 スポーツを追加発売。クーペシューティングブレイク両方に設定され、AMG スポーツパッケージ、フロントスポイラー、リアスカートに加え、 スクエアデザインのツインクロームエグゾーストエンドや新デザイングレーペイントを施した18インチ後、スポークアルミホイールを採用した。なお、納車は同年4月下旬以降となるため、同年4月1日からの消費税率引上げに伴う、新税率8%が適用されるが、他のグレードの増税後の車両本体価格を考慮しても、既存の CLS350 とほぼ変わらない。 価格設定となっている。また、セットオプションである AMG スポーツパッケージに関しては、装備内容の見直しを行うとともに、本体価格を大幅に値下げしたため、増税分を加味しても16.8万円の大幅、値下げとなった。同年10月10日に、クーペシューティングブレイクともにマイナーチェンジ、コーナー侵入時、脱出時に、 ステレオマルチパーパスカメラからの情報をもとに外側に最大12度旋回するロービームが進行方向をあらかじめ照射するアクティブライトシステムを備えた高解像度、高精度のマルチビームウェル ED ヘッドランプを全車に標準装備。クーペの CLS550 はトランスミッションを変更し変速比幅を大きくすることでエンジン回転数を全体的に抑制し、 優れたエネルギー効率と快適な走りを実現するとともに、ダイレクト感と素早いシフトチェンジも実現する急速 AT-9G パラーノックを搭載。また、改良型のレーダーセーフティパッケージも全車に標準装備したほか、コマンドシステムも改良を行い、8インチディスプレイを新たに採用するとともに、Wi-Fi でのテザリング機能を追加し、内蔵地図と、 Google マップとの切り替えや目的地の検索時に Google、ストリートビューを用いて、目的地周辺の画像が確認できるようになった。合わせて、グレード体系を大幅に整理し、クーペは CLS550、CLS63AMGS、CLS63AMGS4 マチックの3、モデルに、シューティングブレークは CLS554 マチックと、 CLS63AMG S4 マチックのにモデルに集約された。2015年2月18日にシングレードの CLS400 を追加。2014年10月のマイナーチェンジ時に廃止した CLS350 スポーツに搭載されていた276型をツインターボ仕様で搭載することで最高力、最大トルク向上による優れた動力性能と 平成21年排出ガス基準50%低減レベル認定取得並びに平成27年度燃費基準プラス10%を達成する環境性能を両立した装備面では19インチ AMG マルチスポークアルミホイールなどをはじめとした AMG ラインエマティックサスペンションマルチビーム LED ヘッドライトなどを標準装備した本グレードは クーペシューティングブレークともに設定される。同年3月31日には、クリーンディーゼル車の CLS220 を追加。日本向けモデルで初投入となる、ピエゾインジェクターを用いた、コモンレールダイレクトインジェクションやニステージーボチャージャーなどを採用した2.2リットル直列4気筒、ブルーテックエンジン651型を搭載した、ことで、 最高出力 177PS、最大トルク400ナノメートルの動力性能と、クーペは平成32年度燃費基準プラス10%、シューティングブレークは平成32年度燃費基準プラス20%を達成する燃費性能を両立した。なお、このモデルは2014年10月のマイナーチェンジに伴って廃止された。 CLS350 に代わるエントリーモデルとして位置づけられる。2018年6月25日に日本使用者が約7年ぶりとなるフルモデルチェンジが発表され、同日より発売が開始された。日本使用者では2代目に引き続いて設定されるディーゼルターボモデルの CLS220d スポーツと CLS では 初設定となるオルタネーターやスターター機能を兼ねる電気モーター、リスグを搭載した四輪駆動モデルの CLS454 マチックスポーツの2モデルが設定される。なお、3代目では乗員定員が5名となった。2018年9月6日には日本使用車にメルセデス AMG モデルとなる。 メルセデス AMG CLS534 マチックを追加することが発表され、受注受付が開始された同年10月以降に納車予定。機能面ではリモートパーキングアシストが廃止となり、代わりにワイヤレスチャージングが追加された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。